フェリー太陽は、薬島町が運航しているフェリー。第二太陽丸の大船として、伊豆津造船所で建造され、1997年4月に、就航した。2013年12月17日、薬島の北西沖で高波を受け、操舵室に海水が流入して、通常の操船ができなくなったため、被迫した後に翌日に、宮の浦港に入港した。修理のため運休となり、 運休中は、ふみまるが、宮野浦港と本村港の間を、大体運航した。また、共同組海運の貨物フェリー岬も、臨時帰港した。その後、2014年3月8日に運航を再開した。2015年5月29日、口の選ぶ島の新竹が噴火した際には、通常運航を打ち切って、救援に向かい、全島避難を支援した。 宮野浦港と島間港の間で臨時ダイヤで運航されていたが、避難指示の解除により2015年12月29日から通常運航を再開した。大船の建造により2021年3月24日の運航をもって本船は引退した。船体は2層構造で上層の前方が操打室及び船室、後方がデッキ、下層の前方が船室。 後方が車両看板となっている。線尾下限にランプウェイを備えるが、車両看板が低い位置にあるため、エレベーターで連絡されている。2013年12月17日、15時15分頃本村港から宮野浦港に向かって航行中、薬島の一港灯台の西方1.6海里の地点で、箱を約4メートルの大波を下限前方から受け、 操舵室前面の旋回窓2枚及びガラス窓1枚が破損、操舵室に海水が流入した。船橋コンソール、航海ケ器、通信装置などが受損し、正常に動作しなくなったため、両原主機のスロットル操作のみで、一港湾へ移動して、帰泊し、翌日宮野浦港に入港した。事故発生当時の天候は雨で、風力8の北東の風が吹いており、箱は、 約4メートルであった。鹿児島地方気象台から、強風波浪注意報及び、海上強風警報が発表されていた。事故原因は、発行中止基準である、風速秒速15メートルを超える、恐れのある気象、生打ちで、本村港を出港したこととされた。2015年5月29日、9時59分、口の選ぶ島の新竹で、 爆発的噴火が発生した際、本線は宮の浦港から島間港へ向かって航行中だったが、全島住民の避難のため、10時35分、本線の派遣が決定される。宮の浦港で通常運航を打ち切って、救援のため本村港へ向かい、13時20分に本村港沖に到着した。海上保安庁の測量テートからの支援を受けて、 安全確認の上、本村港に14時37分に接岸、島民ほか125名を乗せて15時43分に離岸、17時30分に宮野浦港に到着した。フェリー対応の定員は100名であるが、気象庁による火山活動活発化の情報を受けて、薬島町は事前に定員を150名とする運行計画変更を申請していた。 5月25日に九州運輸局鹿児島運輸支局により、海上運送法等に基づく運航計画及び、船舶運航計画の変更が認可され、噴火を受けて船舶安全法に基づく臨時変更証が交付され、定員を臨時に150名として運航された。ありがとうございます。